達とか親とかお世話になった人、その夢に向かうためにお世話になった人とかって、Thank you.
卵料理好きだから。卵料理、うん、楽なんですよ作るのは特に。東京暮らしも慣れた？あの道がわからないです。うん、でもわかるところ、ほとんど行くところが決まってくるから、うん、そこら辺しかわからない。電車とかもそんな乗ってなかったね今まで。地元とかで全然乗ってないです。ないですもん電車。市電しか路上を走っている。うん、どうしようもないやつだったけど、なんか自信持てるようになった。超可愛いじゃないですか。この前見たやつか。そう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 。あ、
すごい、これすごい好みだ。あ、ほんと？やばい、うちも可愛い。シュガさん、おばあちゃんです。白にデニムみたいなの。あ、すごいすごい。なんかいっぱい。AT チックだ、これ。AT っぽい。でも全然違う。ジルか。そう。ジル。ジル高いっす。みんなはあれは誰なんだろうか。色が綺麗。あれミカちゃんだぜ。ね。なんかそんな感じしないですね。どんな感じする？いやもう不思議って不思議ですね。自分っていう感じがしないから逆に自然に見れるんです。気に入った？いやとか言って。これからもうちょっと、なんだろう、もっと人に伝えれるぐらいちゃんとした歌詞を書いて、うん、まあ一人でも元気になれる人が出てきたら嬉しいかななんて。うん、オッケー。うん、ありがとう。ありがとう。あ、かわいい。なんか前髪がこう置くのダメな人なんだ。うんね。マジで。長嶋さん。はい。いかがでしたでしょうか。やっと終わりました。緊張した？それは緊張ですよ。もう死ぬかと思いました。
けど、でもなんか最初の頃より喋れるようになってませんでした。なってるね、うん、自分でびっくりした。よかったと思う。中島美嘉デビューシングルスターズ。ちょっとですね、はい、これ11月7日、この番組は江崎グリコ、T&G と、言わせてもらいますけどね。何ですか、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ミカちゃんはね、CD デビューの前にドラマデビューしてるんですよ。もうすごいな。なんと3000人の応募者の中から選ばれたラッキーが選ばれたドラマはどんな役柄なんですか。札付きのワルの役です。札付きのワル。今すごいんです。札付きのワルってなかなか3000人の中のワルってことだよ。じゃあそうですよ。そうですよ、そうみたいですね。ヤンキーの役になっちゃって。そうです、ね、じゃあどうなのそれは。今やってみて。あ、でも楽しいです。なんか殴ったりするのとかちょっとストレス発散。ちょっと待って、ちょっと待って、本気で殴ってんの。そんなことないんですけど、殴るふりをしたら男の人とか飛んでくれるじゃないですか。ちょっとどれぐらいのパンチ力あるかちょっと殴ってください。やだやだ。いい、軽く、せーの、うわすげえ。結構いいの持ってんじゃねえか。あれ？ほらカメラ、リーちゃん、リーちゃん。カメラデビュー。ああ。ダメなの？大暴れ。どこ行くの？警察よ、ほら。くるってしないの、しないの。もう超怖がってる。そう、出会いね。出会いね。巻きついてるけど。こう自分で首絞めてんだよね。もうこれ、あ、いいですか？かわいそうなんで。おはようございます。おはようございます。おはようございます。結構多いですよね、この間。雰囲気で違ってもびっくりしないでください。はい。大丈夫です。多分気づかないです。ミカ。そうなんですよ。チーズカレー食べたこの前。ベースとか引き使う。チーズうまいよね。うまいよね。なんか最近チーズ系食べてるの。電車に置いてきちゃったんですよね。クリスタルケイちゃん。一番好物何？食べ物。ご飯。そうだね、こんな時に聞いてわかる。米。米だね。島さんと、卵も好きだし。この間納豆とか明太子とか。横浜で。本当に。おかず。浜マイク。洋食と和食どっちが好きなの？和食。純和食派。やばい、覚えてます。あの、みかちゃん。っていう感じです。あとはいい感じだったんで問題ないでしょう。すごいいいと思います。楽しみ。なんかすごい華やかになった感じ。やるな。頑張ります。おはようございます。
かちゃん、ミカちゃん。私は魚だよ。私横浜系だからさ、亀っぽいじゃん。いいのかな、そういうことから投げられちゃうぞ。一人で踊らすぞ。二人そう。ごめんなさい、やってるから。ごめんなさい、それだけは。そうだ、はい、チーズ。今の気分すんごい顔しよう、みんな。フェイントかけられるよ。はい、本気でするから。みかちゃん、話そうぜ、話そう。カット版もちゃんと撮ってね。